出てない方が酔いづらい。はい、こんにちは、ピカですけどね、 PSVR2 やってきています。グランツーリスモ7ですね。でね、こう最も面白い車ということで、こうね、新しく追加されたホンダの F1 やっていますが、これもうめちゃくちゃリアルなんだよね。よいしょ、ほら、でめちゃくちゃ楽しい。はい、そしてね、まあ、PSVR2 酔うって方いらっしゃいますが、実はね、私全く酔わないんだよね。もう VR やりすぎて、全然酔わないです。マジで全然酔わない。でね、これまあ理由がいろいろあるっていうことを説明した動画も出したんですけど、まあね、いずれにしてもね、慣れる。マジで慣れるから。あのね、3日間ぐらい辛いんだよね。それはわかる。でもね、それを乗り越えると楽しい楽しい VR の世界待ってますんでね、ぜひそれをね、これも最高じゃないですか。このね、晴天のニュル、こんなね、貴重な F1 で走れるなんてね、ことってすごいじゃないですか。はい、ということで今日はね、 VR でね、やっぱ乗って楽しい車と楽しくないっていうか、まあ、それほど楽しくない車ってあったんで、この車がね、めちゃくちゃ楽しいっていうことで、楽しくないこれ、何が楽しいって、このもうレスポンス、ティルトが決まる。ほら、ちょっとこうリアを流すとかね、この辺の感じがすごい、まあ、気持ちいいんですよ、とにかくね。なので今日はね、ちょっとどんな車が楽しいのかな、この VR で乗ってっていうね、そういうのをやっていきたいと思います。それではやっていきます。何が乗って楽しいのかね、ということでやってみるか。まずは、うん、古いさ、この GTO やってみる。モデリングがすごいからさ、うわこれ右ハンドル、あー、これも、あー、これいいね。はい、今日はね、 DD1 for PS4 ですね。ちょっといろいろあってもう一個買いました。はい、なんでちょっと直しもね、出してるんだけど、新しいので、新しくはないけどね、これ中古でね、買ったやつをやっていきたいと思います。あー、内装素晴らしいよ。で、まあちょっとね、こう頭の揺れがね、一切こう VR で表現されてないんで、まあ、酔うんじゃないか説、まあ、我々としてはね、あるんだけど、コツがあってね、自分で動けばいいんだよ。自分で動くっていうパターンが一つあってね、それでちょっと酔わない人がいるかもしれないし、もしくはちょっとね、もう自分の経験とその脳の学習度合いによるから、なんていうのかな、絶対ね、こう頭をあんまりね、動かさないで乗った方がいい人もいる。うん、あとね、目線が悪い人もいるよね。ちゃんとね、行きたいところを見るっていうね、周りをこう、なんだろうな、こうキョロキョロしながら、こうやってね、例えばこうキョロキョロしながら乗ると酔いやすいですよ。それずっとここ見てね、こうやって乗ってたらね、酔うよ。俺もこうハンドルとかね、ずっとこう見てたらこれ酔いますね。だから遠くを見るっていうね、うん、人の車の運転でスマホ見てても酔うじゃん。それと同じ原理で、やっぱ近く見るのあんま良くないと思いますよ。そういうなんか視線の使い方っていうのもあったり、あと慣れがあったりすると思いますんで。はい、そういうところを注意していただければ楽しくね、楽しめると。楽しく楽しめる。
うん、あの楽しく慣れていけるっていうねところはあると思います。はい、あんまり楽しくなかったねこの車。はい、次の車やっていこう。なんだろうね、オープンカーなのかなやっぱりな。あ、私が作った86でやってみようか。おお、あ、86意外とちょっと手が変だな。なんかごめん、ステアリング持つ手が変だけど。なんかあんま箱っぽいのがちょっとあんまりこう良くないのかな。どうしたらいいんだろう。あー、これ気持ちいいわ。ちょっとなんか音が気持ちいい。ブンブン、自分で言ってるわ。左足ブレーキ、あ、これ楽しいよ。86楽しいっす。あ、だからそこそこグリップがあった方が楽しいかもしれないな。うわすごいね、ぶつかるとさ、ヘッドセットがブルンってブルンってなるのが楽しいね。86まあまあ楽しい。86やってみて、チューニングした86。うん、だから箱車じゃない方が楽しい。あ、カプチーノとかどうなの。いや、ちょっと待って、カプチーノではなさそうだよな。なんだろうね、 FD、 ワイド化した FD ちょっとやってみようか。はい、 FD 乗ってきました。チューニング FD。 おお、これちょっと難しいな。もともと難しいのか。ノーマルの方がいいかもしれないな。おあ、なんか違うな、なんか違う、これなんか違う、これなんか違いますね。あのチューニングが悪いかもしれない。ノーマルの FD はいいかもしれないよね。でもかっこいい、かっこいいこの車。ちょ、一回ノーマルの FD 乗りたいな。ノーマルの FD どうすか。シルビア S14 シルビア。ああ面白いね。あ、この車ノーマルいいね。ちょっとパワー足りないけど、あ、これ楽しいかもしれない。おお。あ、これは気持ちよく乗ってるね。おお、うん、楽しい楽しい。おお、いいじゃん。あ、これ楽しいよ。ちょっと遅いけどね、リアのグリップ感がいいね。うん、おー、いいじゃん。すごいリアがね、すごいしっかりしてる。こう、ちょっとロール感は大きいけどね。おー、いいっすよ、いいっすよ。いやー、ニュルだね、本当に。 S14 でノーマルで走ってるって感じするね。あー、これいいよマジで。これちょっと、これおすすめですね。なんかニュルを流すのにいいかもしれないね。はい、どんどん行こう。あー、これいいんじゃない。 M3 いいんじゃない。 M3 直四 M3。
あーこれいいわ。いいね。おーいい、楽しい。いいね。でもちゃんとコース台で止めるっていう、いや面白い、これ面白いよ、これはいいかもしれませんね。やっぱりこうなんかカメラが固定されてるのがすっごい気になるね。何度やっても気になるな、これ。なんかディスプレイセッティングじゃねえよな。うーん、なんだろう、アシストセッティングではない。なんかセッティングでいじれないのかな。これカーセッティング、んー、ディスプレイセッティングの、あー、ここがコックピットの調整とかができなくなってるもんね。映像露出とかサイドは選べます。これがなんか通常より HDR だとね幅広くできますっていう話はありますよね。ちょっとごめんなさい、ちょっとね本題から若干外れてしまうけど、やっぱりこれなんかやる方法が欲しいなーっていうね。なんとかする方法がないのだろうかっていうことをちょっと探りたいですね。なんか VR の設定があるっていう風に聞いたんだよな。周辺機器 VR2、 ファンクション、ここにはない。どっかになんかないのかね。オプションとかになんかディスプレイ設定、フレームレート、ありません、ありません。やっぱこの動きなんだな。面白いのなかなか見つからないね。よし、サニー GTR 乗ってみよう。おー、いいじゃん。まずハンドリングの問題があるな。やっぱちょっとレーシングカーで速くなるとハンドリングが、ちょっとリアル、あ、ちょっと待って、リアル方向じゃなくなっていくっていう傾向はあるかもしれないな。わかんない、車によって違うから何とも言えんけどね。いいよ。おお、難しい、難しいね。いいよ、いいですよ。いいね、いいですよ。まあいいけどな。うわー楽しいとはなんないんだな。俺の反応を自分で気にするっていうね、自分の感性の反応を見てさ、なんかこう楽しいか楽しくないか判断してるっていう自分の感性に聞いてるっていうね。なんすかね、何が面白いですか。皆さん何だと思います？NA ロードスター、これ鉄板じゃね。はい、ちょっとね試したいことがある。なんかさ、ドライバーのこの周りにさ情報が表示されてるじゃん。これをちょっと、あ、消してみた。あ、消した方がいいかもしれん。なんかさ宙にさ変な情報浮いてたじゃん。あれ出てない方が酔いづらい、なんとなく現実っぽい。え、そんな単純な話。あ、NA ロードスター楽
しい。ほらほら、やっぱロードスターだ。ほら、おい、このリアの流れ方、いや楽しいよこれ。おい、めっちゃ楽しい。フロントを軸にしてフロントを軸にして曲がるっていう、なんだろうな、曲がる軸がフロントの方にあるな。これはステア、ステア、ニュートラルステアポイント、わかんないわかんない。結構前にあるな。いや、それが別に悪いことではない。おお、あー素晴らしい、いいよ、いい。ニュートラルステアポイントと人が一致してりゃいいってもんじゃねえんだよな、やっぱな、なんとなく難しいなこれ、なんて言えばいいんだろう、これ難しいよね本当に。すげえ楽しい。止まらない。ちょっとここでちょっとブレーキがうまく踏めない。あー、ロードスター最高ですね。あ、あとね、ちょっとやっぱマジでこれ消すことおすすめするわ。うん、情報をね全部消した方がいい。そうじゃないと脳がね惑わされてんだやっぱな。あ、なんか入り込んだ完全に。こっちの方が脳が、あ、現実だって思うね。そうするとなんか気になんなくなるな、なんかあ、これこれ絶対こっちの方が言わなくない、いろいろ言ったけど、ただ情報があそこにあそこに変な情報が出てるのがいけなかったっていう説ある、あるかもしんないね。あ、それあるかもしんない、マジで。草の匂いがしてきた。あー、 これだね、情報全部消してください皆さん、セッティングの、ディスプレイ情報で、レース情報をオフにしてください。そうするとねすごくいいと思います。全然変わりますね。再評価したいぐらい全部を。そんなことなんだかんだ言ってて、いや可能性マジである。人間の脳はそのぐらい繊細。そうだよ、ヘッドアップディスプレイをさずっと、ちょ、 NA ロードスターじゃない、 ND ロードスターでやってみたい。これね、あんまり気持ちよくなかったんだけど、いいよ、情報消した方が全然いい。え、なんでだろう、理屈は分かんないけど。あれに惑わされるんだな、なんかな。いや、脳って本当に繊細。人の脳だよねこれ、感じ方だよね、酔う酔わないっていうのは。あー、ロードスター最高。あそこにあんなの表示するかいけないんだよ違うかしたくはなるよね、確かに。今までみたいにこのコンソールでいいんじゃないかな。VR、 これから VR のこうインターフェースっていうか、なんていうかな、表示系 AR 系とかそういうのも設計するときに、やっぱあれだね、外の空気に張り付くことが大事なのね。なんかディスプレイになんか宙に浮いたみたいになって首に張り付いてると、多分それあんまり良くないんだな。やっぱりこう背景に張り付いた方がいいね、情報は。うん、多分。おー、
いいよ。あー全然いい。あーこれ待ってて全然違う。え、もう一回出す。これ酔わないための、酔わない、まあこれでも酔う人いると思うけど。あーはい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 、この上のやつが良くない、マジで。これがあるだけで、なんだろうな、これだからヘッドアップディスプレイってことだよな。これがあるだけで全然全然ち、あー気持ち悪い気持ち悪いっていうか、いやこれ発見したぞ俺は。レース情報は絶対オフにすべし。このほら全然違うもん。いやまあこれ VR での 俺がそう思ってるだけで、俺がっていうかその VR に見てる人だけがそう思ってて、あそこ表示が出なくなってるだけじゃんって思う方がいらっしゃるかもしれませんが、これは重要なことだね。はい、ということで今日はね楽しい車やってきましたけど、まあ、ロードスターが楽しいって結論でいいんだけど、それよりも大事なね、この情報表示を消してくださいっていうねはい、これ最も大事なことだっていうね、わかりました、絶対消した方がいい。はい、ということで今日はね楽しい車何台もね乗ってきましたけど、一からやり直したいぐらいの気持ちになりましたはい、ということでまたねちょっと今後ねちょっといろんなモードもね試していきたいと思うんで、はい、ぜひチャンネル登録しておいてください。ということでじゃあね、バイバイ。